消防設備点検中、今から発信機作動試験を行います。まずはですね、予備電池起動で、音響の明動等を確認して、その後常用電源起動にします。1回予備電池起動、1回常用電源起動、2回常用電源起動の順番で起動をかけていきます。なお受信機で試験復旧をかけているので、発信機復旧で音響の明動を停止します。まずは高重電源消灯、予備電池起動です。はい、1回発砲、音響明動。火事です。火事です。現場を確認してください。次は常用電源起動に切り替えます。はい、交流電源灯点灯、今常用電源起動です。はい、1回発砲、音響明火事動。火事です。現場を確認してください。次2階に行きます。はい、2回発砲。火事です。音響明火事です。現場を確認してください。はい、復旧。発信機作動試験終了です。